はい、こんにちは、つけんです。いよいよ迫ってまいりました。5月7日コーヒーブレイクミーティング in 河津&バイクでスタンプラリー、そしてキッチンカーフェス。はい、今日はね5月5日の今12時35分、5月5日こどもの日です。あさって5月7日皆さんねお知らせした通り開催いたします。天気もなんとか大丈夫そうな感じではあるんですが、いよいよねあさってということで、もう最後の告知を今動画をね撮ろうと思って出てきました。で、場所なんですが河津桜観光交流館、ナビは河津桜観光交流館でセットしてください。でですね、河津桜観光交流館に来たことある方なら分かると思うんですが、正面の駐車場、そこが車両進入禁止のキッチンカーなどね物販スペースになりますので、そこには入れません。なので私のイベント来たことある方ならご存知かと思いますが、ファミリーマートのところをね入る形になりますので、今ちょうどここが正面河津桜観光交流館です。で、ここがキッチンカーフェス会場で、そこを過ぎたファミリーマートの T を曲がってください。で、曲がったすぐのところをこの10を右へ曲がります。ここにはね誘導が立っています。で、ここ注意、このね7番この駐車場、いつもイベントやってる駐車場は車の駐車場になりますので、今度はねこちら誘導立ってると思いますので、ここと桜祭りの時のバイク専用駐車場だったところがまたね今回駐車場バイクにね、ということでこのね誘導に従って止めてください。もうねこれだけ広大なバイクスペースを確保してあります。多分ねこのね線に沿わないでこう入れていくのかな。で、次の列ってなってくと思うので、そこはねしっかり誘導に従って、なるべく詰めて、入ってください。あとねお決まりですが、こうやって住宅いっぱいありますので、不要なね空ぶかしだったりとか、そういったねことは気をつけていただければと思います。ここがコーヒーの提供場所になります。駐車場の中にこの位置に、コーヒーの提供場所、そしてこの正面一段向こう側がキッチンカー、などが並ぶ会場になりますので、是非ともよろしくお願いします。はい、ということで今一通りの説明を終わりましたが、あとねこの中にもね売店がありますので、お土産物だったりね、あとはお野菜も売ってます。交流館の売店にもぜひ寄ってください。はい、でここと向こう側がバイクの駐車場なんですけど、ここのね一段上がるところがちょっとね複雑で、この通り一段上がって入れないようになっているので、グイーンと曲がってこのね交流館のこちらの入り口の方に来るとスロープがありますので、ここからね出入りしていただくような形になります。はい、こうね、あとはね道路をぐるっと回って向こう側から入っていただいても大丈夫です。よろしいでしょうかね。皆さんあさって5月7日10時から4時まで、皆さん大丈夫ですか？10時から4時ですよ。ぜひお誘い合わせの上、皆様のお越しをお待ちしております。ということで、分かりましたかね？質問等ありますかね？もう直前なんであれですけど、本当にね、仙台集めるって言っちゃったんで、皆さん本当ね、もう泣きが入ってますが、仙台集めるって言っちゃったんで、よろしくお願いします。本当に不安な気持ちでいっぱいですが、本当ね、おもてなしする用意は 120% できてますので、ちょっとね、初めてのことなのでなかなかうまくいかないこともあるかと思いますが、そのあたりはねちょっと多めに見ていただいて、あと第2回第3回とね続くように、ぜひとも応援の意味で第1回よろしくお願いします。ということで5月7日あさって10時から4時までコーヒーブレイクミーティング in 河津、バイクでスタンプラリー、キッチンカーフェス、はい、よろしくお願いします。はい、それではつつけんでした。お待ちしてます。7日お会いしましょう。ここで一つ忘れていました、大事なこと。前泊後泊お泊まりしたい方はぜひともご連絡をよろしくお願いします。まだ空きはありますので楽しい一日にしましょう。それでは5月7日お待ちしてます。